にちは。こんにちは。さあ、同じ山口県出身。そうですよ、高田学園、ね、そこで、はい、山口ベストナイン。ああ、いいっすね、長州ベストナイン。そう、ダメ、診断です。まあ監督にやらしましょう。長州、選抜チームができるということは非常にこう嬉しいですね。行きたいと思いますね。知らないよ。ちょっと覚えといてよ。はい、甘栗ごまみ。さあピッチャー、はい、ピッチャーね、やっぱり今ジャイアンツのコーチ頑張ってますね、下関工業、はい、宮本和智ですね。あ、左ピッチャー、左ピッチャー宮本和智は下関工業から川鉄入って、はい、ジャイアンツ入ってますね。よく対戦しましたよ。いやー、明るいムードメーカーだったんですか、宮本和智さんね。いやー、もう人間的には最高のやつだから、はいはい、なんか今ちょっと優しさが邪魔してて、はい、まあコーチには本当のコーチになりきれてないというか。うん、だから原監督がよく言うんですよ、カズトマ優しすぎるんだよって、だから水野を置いたって。でもあいつも勉強だなって、まだまだっていうふうに、まあ温かい目で原監督は見てる。今のピッチャーってなかなか、お前3イニング行けよ、2イニング行けよって、ちょっと今日2で、今日1でって言うらしいですよ ね。だからああいう昔のようにね、俺が行きます、俺が行きますって言うけど、この選手の人生のことも考えたら、宮本さんもちょっとこう遠慮してるみたいなところもあるんでしょうね。ね、だって宮本さんの年はね、下関商業が甲子園出たんですよね。大坪っていうキャッチャーがいてね、熊谷商業とね、13対12の試合でしたね。よくこの大坪に打たれて甲子園の弓が立たれたのが下関工業、関工の宮本勝人君、ね、では中継ぎは、中継ぎがね、ワンポイントで新日鉄光のサウスポー山本和幸ではなく山本和夫、カープの26番、江夏さんの後に入ってきた。左ピッチャー、左ピッチャーですよ。ですよね、はい、いいんですか、いい、いや、でも先発が左で、中継ぎ左、いや、中継ぎも左でいいですよ。いいですか、辰川さんがね、山本和夫さんとバッテリーの時、山本和夫さんが入った時にね、はい、あの辰川さんが、おい、カズ、お前がルーキーのカズか、球取っちゃうけど投げてみ、カズ、おい、球投げるのカズ、こっち来い、カズ、球投げるのカズ、お前年いくつか、26です、カズさんナイスピッチング、カズさん最高ですよ、カズさんいいですね、カズさんこっち行きましょう。年上だったって気づいたんですね。俺より上だ。変わり目早い、変わり目早い、カズさんそこがいいです。あの野球選手のキャリアで言うと、その入団じゃなくて高校時代が年齢が一番、年齢がダメ、これね、球団によって違うんですよ。そうなんですか。エナさんは、はい、あの入った木が優先されるという、うんうん、はいはいはい、だからずっと田辺さんのことはブチブチとか言ってますね。そうですね。へえ、うん、だから今だったら言えない、人によって違う、うん、そうなんですか。そうですね、じゃあ抑えは、いや抑えはやっぱり共和発行から、ね、広島カープ入った、はい、広島東洋津田常美投手21歳、共和発行、お客さん入ってますよ、共和発行、やっぱ津田さんですね。南洋工業1番田坂、2番小川、3番藤本、4番津田、5番村沢、坂本監督の甲子園行きましたよね。甲子園行きました、春刈谷高校に3対1、夏もね天理に1対0で負けましたけど、やっぱり誇りです ね。山口の、山口県のピッチャーって社会人経営が多いです、ね、多いですね。宇部商業に関しては玉国監督がやっぱり社会人ノンプロ入ってそこで体調崩して、やっぱいじめもあったのかもしれませんが、体調崩して戻ってきて社会人野球ができなかったから、玉国さん以降宇部商業は一人も直接プロ行ってませんね。秋村さんも法政大学行ってるし、島村一輝とかでも九州国際大学行ってる、ね、うん、だから大学経由かノンプロですね。キャッチャーどう言いました、キャッチャーは道原さんですね。今も U 球場でいつもウォーキングしてね、あの立川さんの前のキャッチャー水沼さんと道原さん、桜ヶ丘高校なんですよ。柳井高校に行く予定が、柳井高校行こうと思ったら柳井高校の福永監督が桜ヶ丘に移動になったから、じゃあ福永さんが桜ヶ丘行くんだったら、福永さんってプロ野球出身で元太陽のキャッチャーだったらしくて、プロのキャッチャーに指導してもらいたいなと思ってキャッチャーを作るのがうまい。へえ、芝田高って意外に監督についていく生徒って多いんですよね。そうなんです、高校じゃないんですよ。その監督を目当てに、福永さんを目当てに桜ヶ丘、チェリーヶ丘高校行ったわけですよ。
チェリーが丘の方が。なるほど。で、ファーストは。ファーストは恋五郎さんですね。なるほど。やっぱりプロ在籍って檜山慎二郎が出るまでは20年阪神って現役が20年やったっていうのは恋五郎さんが最高記録ですね。そんなにやったんですか。じゃあ、はい、セカンドは置いときますよ。いや置いときますよ、はいはい。さあ、三塁手。三塁手はね、もう日本ハムから藤島聖剛ですね、岩陽高校。あ、日本ハムのね、ゴリっていうか。ゴリってね。いや、体のもうしっかりした、ちょっと不器用そうなやつがいたの。俺、体がガッシリして動きもいいのよ、うん。ファーム選手権の時、外野手の動きも見事でしたよ。藤島聖剛。ほら、大沢親分がね、岩国の不自由の駅に降りて、はい、おお、藤島聖剛ってのはどうぞどれだよこれやろうって不自由の駅に降りて岩陽高校のグラウンド行って、おお、おたくにおめえ藤島聖剛っておめえホームランおめえ60本も50本も打つすげえバッターいるらしいなおめえ見せてくれよつって藤島聖剛のバッティングを見て、なんだこれバケモンだこれやろ佐々木小雄の恩田岩国にこんなすげえのがいるのかこの野郎ってすぐ日本ハムでドラフト3位か4位で指名しましたよ。それでなかなか藤島聖子1年目出ない2年目出ない3年目出ない、もっと上行くと思ったけどな俺はな勝つだこの野郎って言ってた大沢親分、はい、あっぱれだこの野郎。縁があったんですね、僕は、はい、徳永さんとも、いやだからその横浜をクビになった時、中日の高木監督と大沢さん、はい、親分からも連絡があって、留守電に入ってたんですよ、はい、大沢親分から、いや、おめえの力が必要なんだよ、ちょっと言ってくださいよ、おめえの力が必要なんだよ、俺はエラスにも言ったけどよ、おめえにも言うよ、豊か、俺と一緒にグラウンドで暴れてくれよ。懐かしいなそれ。鎌ヶ谷余ってるの、鎌ヶ谷が。いやもう鎌ヶ谷二軍じゃないですか。いやその留守電聞いたら、大沢親分が残しててくれたんです。ああ、おめえの力が必要なんだよ。それで日本ハムに僕決めたんですよ。いやなんかあの人変わってましたね。でもね、そうですね。いやそれで僕挨拶行ったんですよ、はい、そしたらお土産だとか言って、納豆山ほど売れる。いやいやこれあの入団のそのじゃあお願いしますって挨拶に行って納豆もらう人っていないじゃないですね。タンパク質取ってほしかったんじゃないですか。タンパク質を納豆ね、良質な大豆とあとお酒、目配り気配り心配りの人ですよ、まあ、そうです。大沢君はおお、長島も上段階入ること決まったと、野村監督一人でキャッチボールしてる。そうですか。いや、おー、若いからその喋り方。まったく、おさとは野球が合わんわ。まったく。おー、野村。長島が何回入ると、今日おめえ、決めてくれたらしいぞ、おめえ。なあ、おー、鶴岡君の報告が入ったぞ、入ったぞ。そうですか。長島さんが巨人入った瞬間、やっぱりそうですよ。おー、裏切られたわな。よし。はい。さあ、ショート。DeNA では横浜中日のコーチもやってますけど、九州国際工業大学からオリックス入った島村一輝、宇部商業、みんな知らないでしょ、ね、今コーチやってますね。藤島も知らないし、藤島まあまあ山口県内ですか、なんかちょっとローカル感ものすごい半端ない。いやいいです、山口県の人喜んでます。そうですかね、さあレフトだから西武の岡村さんですね。あ、岡村さんね、可愛がき、はいはいはい、ドラフト2位河合楽器、岡村隆弘、柳井高校。僕の高校の時、福高先生っていう体育の先生がいまして、福高先生が柳井高校のコーチの時、岡村さんと一緒で甲子園で優勝してましたね。そう、準優勝ですね。あ、準優勝です。はい、その時優勝どこですか。優勝は津久美で優勝ですね。センターはだとね、まあ外野手なかなか揃わないですね、山口県。山口がいい。これ大阪とか、東京だったら山ほどいるけどね。ヤクルトの三輪。今外野手元気です。下関中央工業。それキャッチャーじゃなかったですか。いや、三輪の、ヤクルトの三輪です。トレードじゃない、コンバット。まあ、野手でも一通りできますね。小川監督もよく気に入ってくれて使っていただきましたですね。さあ、あと一人いいだね、もう最後はどっかいないかな。カムトでいいですか。カムト、安幸、ね、左ピッチャー、同級生みたいですよ、はい、あれ外野もできます。じゃあちょっとコンバートしましょう、はい、コンバートしましょう、外野もできます、はい。
セカンドは僕でいいんですか。セカンドは、文句なし満票文句なし、ありがとうございます。満票誰も文句言わない。他とか票が散りばめてましたけど、そうですね、はい、まあまあコメント欄にも山口県の出身のね、はい、そうね、書いていただいて、書いていただいて、そうですね、すごい山口県出身、総理大臣が、8人もいますけれど野手がいない